エナジー・スタジアムは、アメリカ合衆国テキサス州ヒューストンにある、開閉式スタジアムである。アメリカンフットボールとロデオの開催が主だが、サッカーや、バスケットボールも開催される。NFL のヒューストン・テキサンズのホームスタジアムであり、また、世界最大のロデオイベント、ヒューストン・ライブストック・ショーロデオが、毎年2月下旬から3月上旬にかけて、ここで開催されている。 エナジーパークという複合施設内に位置している。2002年より、リライアントエナジー社が、同施設の命名権を32年3億ドルで取得し、このスタジアムも、リライアントスタジアムとなっていたが、2014年3月12日に、命名権がリライアントエナジーの親会社の、エナジーエナジーになり、現在のスタジアム名に変更した。NFL の本拠地球上では、史上初となる。 開閉式屋根を搭載したスタジアムである。プレシーズンゲーム及びシーズン序盤の時期のテキサスは非常に蒸し暑いため屋根を閉めて空調を入れられるように屋根が搭載された。2枚の屋根がスライドして50ヤードライン上で閉じる仕組みになっている。ありがとうございます。